こんにちはハッピーブライダルナビゲーターの北平純子ですこんなご質問をいただいています実は司会者になりたいんですがレースに通ったりする時間がないんですどうすればいいでしょうかというご質問です ねえ皆さんあの働きながら OL さんしながら、えー、司会になるために勉強されるという方は結構多くいらっしゃいます、えー、実は私もですね、えー、15年前にそういった形で会社員しながら勉強をしたというそんな経験がありますからもう忙しいというお気持ちも十分わかります。 実際にレッスンに通うっていうのはその空気感とかやはりその先生の考え方なんかもお伝えいただけると思うのでおすすめしますが是非ですねその前にこのブライダル台本を使って自分のこう結婚式に対する知識とか基礎力を身につけていただくのに活用してもらえばいいかなと思いますそういうい意味ででででは空ききき時間に活用できるる練習ができるこのブライダル台本です。 レッスンに通う時間がない方には私どもススカイプのレッスンも提供しています有料にはなりますが私たちオフィスことのはのプロの司会者たちがたくさんいますのでスカイプレッスンもあなたの時間とこちらの時間ね調整しながら対応することができますからある意味こう日本全国いや 世界中どこにいてでもですねスカイプのレッスンって受けることができますので是非活用してみてください。